FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。本日9月6日モーニングエイト、これから生放送でお届けいたします。時刻は8時を回っています。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、木曜日担当私平吉野よしがお送りいたします。さて、今日こちらギノワンはですね、もう晴天ですけど、青い海と空、晴れてますけどね。昨日深夜3時ごろに地震が北海道の方でありましたね。たまたま4時ごろ目が覚めて、そしたら携帯でこの地震、震度6の地震があったという情報を聞いて、北海道でも地震が起きるんだということを知って、本当に皆さんのね、北海道に住んでる方の生活どのぐらい影響がこれからあるのかちょっと心配なんですけど、大きな被害がないことを願っています。はい、さてさて、今日の、じゃあそうですね、早速今日はですね、後ほどゲストも来ているので、今日ゲスト2人います。8時台に1人と9時台に1人いるので、皆さんお楽しみに。それでは今日のテーマを発表したいと思います。今日のテーマは、小さな幸せ、癒し、元気な源。はい、ということでね、3つ小さな幸せ、癒し、元気の源をテーマにメッセージ、メールお待ちしています。メールのテーマは、そう、小さな幸せ、癒し、元気の源、何回言うのって感じなんですけど、メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。また、サイマル放送もあります。スマホの場合は、リスンラジオ、リスラジで聞いてくださいね。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。小さな癒しなんですけど、小さな癒し、小さな幸せ。やっぱり私は一番は食べること。やっぱりね、なんか美味しいものを食べて、普段のご飯でも食べてる時が一番幸せかなっていうのがありますけどね。皆さんどんなですかね。どしどしお待ちしております。それでは今日本日のオープニングナンバーに参りましょう。今日のオープニングナンバーは、奄美出身の方が歌ってらっしゃる、あたりコウスケさんの花、どうぞ。久しぶりです。吉野です。吉野、吉です。吉。皆さんおはようございます。高さんも。高さん。今日もらえません。一日頑張っていきましょうね。はい。
スラジにも影響が出てるんですね。北海道は地震で3分の2は配信できてないそうですね。あ、ネットも配線が、障害、停電、電話の不通のため、うーん、メール来てるんで申し訳ない。震度6って結構大きい、相当大きいんですからね。あ、本当だ。リッスンラジオ16。この辺選挙の人なのか、毎日やってる基地反対の人なのか、同じぐらいの音量なんで。あこの時間なんかしこで喋り方あるじゃないですか。なんかいつも反対出てる人っぽいな。へえ。あ、でもよろしくお願いします。あ、よろしく。超元気超元気超。Weather report, traffic light.さて、時刻は8時9分を回りました。この時間は 79.7MHz FM 宜野湾よりお天気交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。本日9月6日は晴れのち曇りとなっております。これは本島中南部の方ですね。はい、南の風のち東の風やや強く晴れ、夕方から曇り、波 1.5 メートル、のち3メートルとなっています。降水確率は6時からお昼12時まで 10%、 お昼12時から夕方6時は 20%、 その後 30% となっています。今日那覇の日中の最高気温は32度ですね。はい、今日もまあなかなか暑い、日差しは暑い一日になると思いますので、皆さん水分補給しっかりとって、ね、元気に過ごしていきましょう。続いて道路交通情報をお伝えします。はじめに沖縄自動車道からですね、沖縄道下り那覇インターチェンジのところで、故障車がありますね。また流大バス停付近においては工事のため規制中となっています。流大バス停付近は上り下りともに工事で規制中となっています。高速道路を通っている皆さん、お気をつけください。
続いて一般道の道路交通情報をお伝えします。あれちょっと見えなくなってしまう。はい、今日の宜野湾はですね、結構渋滞が多いですよ。前原交差点から王者な交差点に向かっての道路で渋滞が結構ありますね。で、ガネコ、前原から上り、ガネコに向けて上りの方でも一部渋滞があります。また、浦添市西原入口の方でですね、工事のため車線規制がかかっています。またガネコ南向けの方でも一部330の方で一部渋滞があります。維新だからズキラム系でも渋滞が起きています。ライカムからズキラム系ですね、両方すみません道路交通情報を少しちょっとまだまだ勉強中なんですけども、はい、戸口と維新だ両方ライカム間一新田の方で渋滞が起きています。失礼しました、戸口から一新田両方向で渋滞が発生していますね。はい、58号線では伊佐方面那覇行きで渋滞、一部渋滞が起きています。また王者の交差点のところでもね、渋滞がありますよ。皆さん通勤、ね、通勤途中で急ぎな時も急ぎかもしれませんけど、安全運転でよろしくお願いいたします。以上、お天気と交通情報をお伝えしました。ここでツイキャス紹介していきます。皆さんおはようございます。ですね、タイゴさんおはようございます。あ、カメラの位置、そう、今日はちょっとカメラの位置を変えてますね。野の中の銀のホタルさんおはよう、おはようございます。野の中の銀のホタルさんが、吉野ちゃん髪の毛を切ったり可愛い、涼しそうですね、お似合いです、ありがとうございます。髪は切ってないですよ、今日後ろに縛ってきたので。ターカーさん、はじめましてかな、おはようございます。今日も来えませんか、一日頑張っていきましょうね、頑張りましょう。コメントありがとうございます。マスオさん、おはゆいのおひさということで、おはようございます。吉野やいびん、吉野ですよマスオさん久しぶりですね、婚活コーナーぶりかな。エコザイルさん、おはやう、おはようございます。雨男レイニーさん、おはモーニング、おはようございます。国張さんもおはようございます。皆さん、じゃあね、マスオさんがようこそ島の、ようこそ島の心ののんびりとこれはどういう、あ、よし、私の名前で何か歌を作ってくれたのかな。雨男レイニーさん、小さな幸せはモーニングコーヒーと夕食後のプリンです。食事やお茶とは別の味が幸せということで、あ、いいですね。あ、そういう小さな幸せいいと思います。モーニングコーヒーとね、まあ、毎朝あること、毎朝ですからね。プリン好きなんですか、雨男レイニーさん。プリン最近食べてないな。自分結構ヨーグルトは食べるんですけどね。あ、いいですね。私は朝はやっぱ朝味噌汁を食べて、それが元気の源かな。
はい、そんな感じで今日のテーマは小さな幸せ、癒し、元気の源ですね。皆さんのコメントメッセージお待ちしています。ここで一曲、ブルーノマーズ24カラットマジック、どうぞ。夏休み終わったんだ。やばいよね、まだまだ慣れない、まだ少し、まあ、ちょっと慣れました。ん、5月から、はいはい、少しは、はい、もう最初もっとなんかテンパって、なんか真っ白っ真っ白になって止まったりしてたから、そうラジオで止まったらやばいのに。ハさんもなんかされてたんですか、アナウンサー。あ、私はこっちのスタッフなんですけど、ちっちゃい曲なんで何でもやらされるんで、ちょっと喋ったりもしますけど、めっちゃすごい、すごい。喋る人じゃないのに喋って。こういうのやろうと思って入ってきたの。へえ。何でも何でもできる。すごいね。三振、歌三振もして。へえ。青年会の地方。うん。も担当して。あ、すごい。あ、じゃあ最近までちょっと忙しかったんですね。あ、でも今週末がまた犠牲宜野湾市青年エーサー祭りなんで、まあ、まだ真っ只中です。夏、9月は9月はずっと関西人の喋る人じゃないっていうのは怪しいってマスオさんが。いやいや、いるよいるよ。関西なんですか。そっか、怪しい。京都の友達いるけど、シオンとかね、うん、あ、京都ですか、あ、そうなの、喋り面白い人多い、関西人、うん、5月、6月ぐらいまでは一緒、あの、ゆきさんも一緒に喋ってもらって、うん、あ、そうなの、最近、8月ぐらいに一人でやってみようみたいなのってる、今いい経験だね、いい経験ですね、マスオさんも僕も基本喋らない人って喋りますよね、マスオさん、はいはい、そっか、マスオさんも大阪かな、大阪でしたっけ、めちゃめちゃ喋るじゃん、めちゃめちゃ喋る、CM で、うん、あ、CM で、1年ぶりに皇室秋、ゆきさんこれ何て言いますか、秋、この皇室秋篠宮家、秋篠宮、秋篠宮、漢字弱すぎて
篠宮家の誕生、男子と男の子誕生、命名有志も有志も、有志もなんだか、なんとか人じゃん、息子の名前なんだっけ、有人、有人、何人見に行きます。何ですか？あ、まだマイク言ってないです。ああ、ちょっと調べます。秋篠宮家で子供が。さて、時刻は8時21分を回りました。今日のテーマは、小さな幸せ、癒し、元気な源ですよ。はい。それではまず今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は9月6日、新暦は9月6日なんですけども、旧暦では7月27日ですね。あと少しで8月かな、旧暦では。満潮時刻は3時24分と夕方5時10分干潮時刻は10時23分と夜の10時50分となっています。沖縄手帳はですね、今日1950年に琉石、当時琉球石油ですね、琉石が設立しましたね。そして2006年の今日、41年ぶりに皇室秋篠宮家に男の子が誕生しました。命名が悠仁親王ですねとありますよ。そしてまた2012年の今日は、世界最高水準の研究開発を目指す沖縄科学技術大学院大学 OIST 女村のですね、 OIST が開学しました。あー、もう8年、あ、じゃあ6年経つんですね。私も OIST 何度かなんかイベントとかで行ったことあるんですけど、超上等ですよね。なんかいろんなレンガ造りみたいな、あの家が並んでいて、そこに在学している学生だったり教授の方も暮らしていてね、あんなところで勉強できたら幸せだなーなんても思ったりしますけど、はい。さてネットの方から今日は何の日見ていきたいと思います。今日はですね、炭の日、京都黒染工業協同組合、炭の日、その組合が決めたんですかね、1989年。そして失礼しました、炭じゃない、黒の日ですね、黒の日、はい。で妹の日って妹の日どういう日なんですかね。1991年に制定されたみたいです。妹の日実行委員会。そしてクロスワードパズルの日ともありますね。毎日いろんな日がありますね。でですね、韓国大統領が1984年の今日、韓国大統領が初来日した日でもあるそうですよ。そして今日誕生日の方も何いっぱいいますね。柔道選手の田村涼子さん、今日誕生日おめでとうございます。あ、作家の星新一さんも今日みたいです、1926年。今日の誕生花はノーゼンハレンですね。花言葉は愛国心だそうです。あ、妹の日の説明がありました。1991年に兄弟型姉妹型研究家でもある漫画家の旗田国夫の提唱によって、妹の可愛さを象徴する乙女座の中間をとって9月6日を妹の日としたそうです。あ、乙女座と関係があるんだ。乙女座の中間をとって9月6日、妹の日。
分かるような分からないようなって感じなんですけどもまあそんな感じですね。はい、ではここで以上、今日は何の日のコーナーでした。それではメール、メール、そうですね、今日のメールのテーマは幸せ、小さな幸せ、あなたの小さな幸せは何ですかっていうのと、癒し、そして元気の源についてメッセージをお待ちしています。あ、ここで一曲、アイコのボーイフレンド。何の曲だったか忘れたよ癒しは一人時間あそれありますね、マスオさん、一人時間、確かに、まあ、必要な時間かも、一日の中でね。かっちゃんさん、もう一人の女性の声は新人さん、ゲストさんって、ゲストさんです声めっちゃ聞こえてるよ。 CM 明けにも入ります。そうしますか、どんなしようかな。 CM 明けだと30分から、どうしようかな。入れるうん、入りましょうね。じゃあ元気な源は睡眠、まさに睡眠か、大事だよ。モーニングエイトは卒業はまだしないかなみんな3人目の声が聞こえるから新人なんか交代する人かなと思ってひさでしたっけ。ひさひと神王は大根の一般字なんだけど、皇室天藩は変えた方が良くないだろうか。どういう皇室天藩かも見える。皇室天藩って何ですか。天藩Thank you.
コメント見たら、うん、何人ぐらい見た、まあ、今は6人ぐらい、うん、41人って言うけど、これはこの数がよくわからないんだよね。42人中7人なんか、エコザイル、あ、進撃のめいちゃんさんからで、スマップの曲ありますか？この瞬間、あ、きっと夢じゃないの。ちょっと待ってください。後でメール紹介の時から、あ、マスオさん、お願いします。同室点やばい、どの視点入る、どの視点入ったらいいですか？あ、前置きしてくださいね、うんうん、曲あります、はい、なんかほら、さっき選挙のことツイキャスで書いてる人いたじゃないですか、あとかを呼びつつ、うん、選挙が近いので、うんうん、ちょっとここで少しだけ、うん、友達と選挙のことを、うんうんうん、話します。分かりました。そんな感じで今日だけちょっと読んでますよっていうことで、はい、大学院で何やってます？ゲストです。ゲスト、あいちゃんです。いいか、どうする、マイクこのマイク、あのマイクはこれぐらい近づかないと、はい、それで、そうそうそう、近づかないと入らないの。今日のテーマ、かっちゃんさんは幸せ、幸せ、小さな幸せを癒やすと元気なのかなと思います。チラ見して6人が今も閲覧中。なるほど。さて、時刻は8時33分を回っています。今日木曜日モーニング8、ヨッシーがお送りしております。先ほどですね、マスオさんツイキャスからですね、村に引っ越して初めての議員選挙だわということで、あれ、マスオさん村っていうのはどこの村でしたっけね？宜野湾村、あとな北中城かな。そうなんだね、いっぱい議員、9月は議員選挙からもう市長選から知事選からたくさん選挙がいっぱいですけども、さて今日はですね、という選挙政治についていろいろゆんたくしたいなと思ってゲストをお呼びしております。ゲストのあいちゃんです。おはようございます。おはようございます。イエーイ。少しだけね、少しの時間ちょっと話したいなと思ってるので、先ほどから皆さん3人目の声が聞こえるけど新人さんみたいな、ゲストさんみたいな、ヨッシーはモーニング8卒業するのかっていうメッセージもあったんですけど、もう卒業は、まあ、まだ続けれるなら続けたいなと思っていますよ。今日はゲスト曜日お呼びしたのでね、じゃああいちゃんから自己紹介お願いしていいですか？皆さんおはようございます。あいって言います。県内の大学院で国際政治とかなんか勉強してます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、なんか早速友達って言ってないですか？なんかどういう関係か。あ、そうそうそう、そうなんですよね。私とどういう関係かって言ったら、あの友達ですね。4年前ぐらいからね。4年前ぐらいですね、うん、そういう、自分も4年前ぐらいからこの沖縄のこととか、あの選挙とか政治のことを考え始めて、その時に会ったかな。うん、うん、それから、まあ、なかなかね、あの政治の話とかって同世代の人たちでする機会ない、あの空気がなくなくない中で、まあ、いろいろ話したり連絡したりしてきた友達なんですけどもね、今日は、あ、まず今日のテーマ、小さな幸せなんですけど、幸せとか癒しとか元気の源、愛の幸せとかどんなのがあるかな。私の、はい、わー、どんなかな。なんか朝早起きして、うん、
なんか散歩しに行ったり、散歩はいい、コーヒー飲んだりするのが好きなので。なんかおすすめのコーヒー屋さんとかありますか？好きなコーヒー、昨日ヨシと言った山田コーヒーさんとか。山田コーヒーさん、皆さん分かりますか？沖国の近くのね、宜野湾のね、いい感じなとか、合わせにある豆ポレポレっていうお店があって、とっても美味しいです。コーヒー、コーヒー豆から甘めを引いて、美味しいですね。先ほどね、誰だったかな、朝のコーヒーが周囲さんの幸せというふうにあったんですけど、いいですよね、ゆっくり飲む時間っていうのはね、大事、忙しい中でも。それではじゃあね、あと次質問が自分から3つぐらいあるんですけど、ポイント、あ、注目していることとかありますか？選挙、今回、まあ、いろんな選挙あるんですけど。あ、いい、うん、あ、私が、うん、どんなんだろう。私初めて選挙権持った時って、うん、で投票した沖縄県知事選挙2014年の、うん、だったので、あ、今年初めて住んでる地域の市議会議員選挙があるんですね。あ、結構それ注目してます、同世代の方とか。うんうん、そうなんですね、うん、どこですか？うるま市です。あ、うるま市も市議選があるからね、市議会議員選挙あって、うん、やっぱ子育てとか、うんうん、このうるま市のこの地域の活性化とか問われてるのかなって思うので。はあ、うん、どういうふうに情報とかはいつも集めてるんですかね？は、候補者のホームページとか、うん、SNS、インスタとか見て、うん、Facebook とか。なるほど。この人がどんな人かなって感じで。結構 SNS で情報はゲットですね。そう、なんか昨日ちょうど討論、昨日ありましたよね、知事選の候補者の、玉城デニーさんと、なんだっけ、佐喜眞さんの、佐喜眞淳さんのね、討論会でもあって、2人は、その時言ってたのは、2人、まあ、今までにないけど、この候補者自身が個人のツイッターで、個人のアカウントでツイッターをどんどん発信してるっていうのを聞いて、うん、もう今は、これが今までの選挙と少しずつ変わってきてるなっていうふうに。確かに。SNS で情報をね、うん、自分の情報、自分でどんどん発信していくっていう。なるほど。じゃあ、あれだね、どんなして選びますか？どんなしよう。だから、どんなして選ぶ？まだ決めきれてないので、私も。いっぱいいるからね。ですね。で結構新人さんで、若い候補者も沖縄市もうるま市も出てるので、より、なんだろう、この子育てのこととか、うん、でも学生のこととか、結構相談できたり、こう自分たちがこうどういう、私だったらどういううるま市で生きていきたいかみたいな、生活したいかみたいなのを、うん、考えて、結構重点に選ぶかなと思ってます。あ、じゃあ、アイがじゃあどんなうるま市とか、どういう沖縄とかで生きていきたいなってイメージとかはどんな感じでもありますか？わあ、私子供が好きで。ああ、よしも好き。そう、子供かわいいよね。ね、うん、子供が好きで、うん、で結構子供食堂とか、結構地域の人も頑張ってると思うんですけど、また新しい形で私も何かしたいね、地域で何かしたいなって思ってるので、それを一緒に、いいですね、声を拾ってくれる議員さんいないかなって感じで。ああ、具体的にはまだない感じですか？子ども食堂みたいな感じ？なんかぼやっとは考えてるんですけど、ですね、まだ具体的には。なるほどね、選挙、結構話しますか、同級、友達とかと。友達、この市議会とかについてはあんまり喋らないですかね。けどこう普段の会話の中で、うん、この子育てしてる友達めっちゃ多いので。あ、そうですね、そうそう、例えばそうそう、役所に行ってこうだったとかっていう話はやっぱ聞くので。あ、そうそう、やっぱ働いてる
働いてるところも何だろう、学生よりもこういう考えることって多くなるのかもしれないですね。多いと思います、ね、あなるほど。じゃあどんなしよう選挙、まあ、市議選と知事選、知事選はどんな感じですかね。なんかいっぱい候補者も主に2人いるけど、うん、10人いる、10人ぐらいいるって聞いたから、ね、多いですね。ね、いっぱい出るよねそう、じゃあ知事選は注目ポイントとかありますか。注目、私結構経済に、沖縄の経済これから、うん、でそれも何だろう、沖縄の自立に向けたこの経済発展っていうか、うん、そういうものを考えていく候補者がいいなっていうふうに思ってます。わかりましたね。あ、マスオさんがこれなんて読むんだったっけ、泡沫候補とか言っちゃかわいそうだよなってね、二分化しちゃうから難しいよね、県知事選ということで、ね、難しいんですよね、うん、本当に選挙って、政治って面白いなって、まあ、4年前にいろいろ考え始めて面白いなと思うんですけど、選挙っていつも、なんかやっぱりお互いね勝つためにいろいろその選挙期間中活動していくから、なんかもうきついところはあるんですけどね。政治、政治はいつからあれですか、関心持ったのは。私、うん、大学1年生ぐらいですかね。あ、なんかおかしいなとか思ったり。何か、 あ、何かきっかけがあったんですか。きっかけありました。ありました、きっかけ。なるほどね、うん、どう思いますか、沖縄の、うん、政治状況とか選挙、うん、まあ、投票率も低いんですけどね、まだまだ若い人たちの投票率とか上がらない理由とか、どんな考え、どんな感じかな、どんな感じかな。でも本当選挙たかが一票って思っちゃう時もあるんですけど、でもその一票が本当に大きいなっていうか、そうそう、自分の思いとか、こういう沖縄がいいっていうことを代弁してくれる代表の方を選ぶって私は思っているので、しっかりとこう、なんだろう、沖縄のなんだろう、ちゃんとなんだろう、なんだろうばっかりそうだね。なんかさっき何て聞こうとしたかな、やっぱなんかまだ政治選挙とかと生活、自分たちの生活っていうのがうまく、なんか距離感があるっていうのは自分は感じていて、そこもっと政治はもっと身近であったらいいんじゃないかなって思いつつ、まあ、自分もね、なかなか、うん、もっと普通に友達とも話していけたらいいなって、普通に普通に普通にね、でも政治ってね、生活と暮らしとかと結構密接につながってるから、本当、気軽にね、喋れるように。どんな時になんか生活とつながってるなとか感じることありますか、生活の中で政治が。なんかやっぱそんな気にしてもない時期もあったんですけど、結構空でブンブンされたりするとやっぱ怖いし、あ、そうですね、とかそれ以外でもこの環境とか、うん、さっきも言ったんですけど子育てとか、うん、水とか電気とか、あ、もう普段使ってるもの、うん、水とか ね電気とかね、うん、身近なとこから確かに結構考える時があります。あ、マスオさん、県議員選のとある候補の選挙事務局長やったことあるって。すごい。マスオさん？うん、マスオさん。へえ。すごいですね。まあ、選挙に関わる、選挙活動に関わるって結構、まあ、ハードですよね。ハード。ね。体力使うかもしれないですね、みんな。ね、うん。まあ、これからね。その、まあ、政治もう始まってますけど、市議選とかいろんなところで、ね、選挙カーもバーって走って、走ってる、
走ってますけど、まあ、どうにか選挙率、投票率は本当にどんどん上がっていってほしいなって個人的には思っていますけど、うん、まあ、うん、なんだろう、候補者がより、うん、例えばこの有権者の意見を、うん、なんだろう、ちゃんと聞いてくれるっていうか、自分たちの声がちゃんとこう政治に反映されてるっていう実感っていうのが必要かなって思います。それがね、ちょっと政治選挙とか投票率が上がる要因になるかも。うん、そうそうそう。あ、こんな感じですかね。こんな感じですかね。今日は初めて、自分が5月から初めてモーニングエイト始めて、初めてゲストを呼んだんですけどね。どんなでしたかね、皆さんの周り、皆さんはどんな感じで、あの政治あ判断選ぶ基準とか、うーん、あ、 何聞いたっけ最初、ん何だったっけ、選ぶ基準だったりどんな感じですかね、皆さんね。そう、マスオさんがもっと政治の話がしやすいといいんだけどなって、基地反対派4人張ってだけでいがみ合っちゃうからなということで。本当ですね。そうなんですよね、うん、いろんな分野からもっとね、基地もだけど、その子育てとか教育とか、まあ、貧困のこともあるし、いろんな分野がある、うん、あるからね。環境も、環境もね、うん、いろんな分野から話していけたらいいなと思いつつ、選挙の日、市議選はいつだったっけ、9月の9日、多分もう始まってる地域もあったり。そうだよね、もう選挙なくで、もう告示されてたり。そうね、告示されてたり、うん、知事、市長選が、宜野湾市長選が9月30日、9月30日で、同じ日に県知事選もあると、はい、あと県議会議員の補欠選挙も9月30日。県議会議員のは誰が選、これ補欠選挙は県民みんな選挙、うん、多分地域にもよるかもしれないんですけど、うるま市はあって1議席。あ、なるほど、地域によるんですね、うん、そうそう。あとはどこだったかな、なんかもう今年選挙イヤーすぎ、選挙イヤーでね、ごちゃ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 ですけど、少しずつ勉強していきます。はい、私もね、じゃあみんな投票に、まあ、ここ FM ラジオモーニングエイト聞いてる方は私より先輩方で、うん、そうなんだと思う、うん、なんか勉強になりますね、コメントね、コメント。そうそう、雨男レイニーさんが、年金や消費税、住民税が上がると誰が上げたんだよって政治を身近に感じます。確かに、あ、もう確かに、切実に消費税とか上がると相当ね、生活のなんかお金と関わるからね、うん、確かに結構消費税上がったらね、うん、私ガソリン入れるのうーってなりました。そう、ガソリンもどんどん上がってるよね、今ね、高い。そうだよ、そういうのも政治と関わってるからね、そういう身近なことから話を。でもちょっと難しいんだよね、政治って。あ、もうそろそろ時間なんですけども、うん、この言葉がなんかまだまだうんって短、難しい言葉がいっぱいあるというか。じゃあこんな感じで、今日は愛初ラジオ出演どんなですか。ああ、緊張しました。緊張しました。また何かイベントとかあったら、うん、ぜひぜひ来てくださいね。はい、皆さんお邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ここで一曲、モンゴル800でターコイズ、どうぞ。あ、緊張した。ありがとう、答えてくれた。あ、緊張した。ありがとうございます。やば、こんな感じなんですね。ね、そうそう。やばい。週一でこの緊張感やばい。痩せそう。痩せそう。後からやばい。いや、愛落ち着いてめっちゃ喋ってて。もう本当でしたよ。だから全然いらっしゃる。やば。もうクーラー耳でよかったね。マジ汗かく。ありがとう。じゃあ隣で聞いてくれそうです。みんな聞いてくれてる方、聞いてくれてるからね。沖縄の公共の電波で政治の話をするのは緊張するって。そう、少しね、緊張するね。
ね。あ、気になる。マスオさん、デニーさんの代わりの国会議員さん。誰になるんだろう。まだ出てないよ。こう、真ん中の金のホタルさん、バイバーイって。バイバーイ。ガソリン、あ、沖縄安いんだ。え、これで石垣島160円でしたよ。超高かった。本当今日の新聞でも150円台になってたよ。あ、値上がりして。あ、じゃあ東京とかもっと高いの。高いよね。あ、そうなんだ。何個残しましょうかね。それと、もう昼のいいとこでメール行きましょうか。はい、うん、そうですね。お兄ちゃんの曲あるんですけど、読んだらセットにした方がいいと思うんで、した時間がないから、そうです、ね、違うメール読みましょうか。はい、はい、じゃあマイクあげます。さて、ここでメールを紹介していきたいと思います。エコザイルさんからですね。吉野ゆき姫おはやうちゅ、エコザイルだすよ。おはようございます。エコザイルさん、メールありがとうございます。小さな幸せ癒し。やっぱ仕事終わってから家で落ち着いてからの 家飲み&三振だね。あ、いいですね。落ち着いて一日ね、仕事してもうね、疲れて帰ってくるけど、お家で飲んで三振引いてね、癒しですね。一日の流れを取りながら三振の音色に癒される。これ以上の幸せと癒しはないでしょ。いいですね。あ、疲れあと隣に彼女いたら言うことないけどな。吉野、今受付中だけど、じゃあ後からやーということであー、そうですか。なんか、まあ、確かになんか隣にね、なんか大切な人というか一緒にいたいなっていう人が一緒にいたら、家飲みも三振も幸せが2倍になるのかな。自分も今募集中受付中ですね。はい、いいですね。三振私も弾きますね。結構やっぱそれが元気の源にもなってるかな。でもやっぱ一人で弾くより、毎週火曜日、公民館で教えてもらってるんですけど、みんなで弾いてるときは一番いいですね。一人だとなんかあんまり続かないというかね、私の場合はそんな感じなんですけども。はい、さあ、エコザイルさんからのメールでした。あ、次のメール読んでください。次のメール、アイデア、マスオさん、おはよし、おはゆきさん、お久しぶりのマスオです。マスオさんね、久しぶり、超久しぶりです。先ほどツイキャスの方でね、夏休みが終わったということで、娘さんのかな、夏休み終わって復活。テーマとか関係ないけど、なのでしょうか。悠仁さん、悠仁親王の親王の話が出たので、ちょっと説明してくれています。天皇制って男系家系で、天皇家は今まで2678年間男子が後を継いできたとされていて、女性天皇はいても女子の子供が天皇になったことはないので、仁久親王が生まれるまでは、悠仁親王が生まれるまでは皇太子様のところにも、秋篠宮家にも男子がいなかったので、今まで男子の子供が天皇になってきた歴史があるのに、女の子しかいない現状でどうしようどうしようってなって、皇室のルールを定めた皇室典範を見直すべきかって、典範ですね、失礼しました、典範を見直すべきかって論争があったんだよ。ああ、そういう意味ですね。ああ、新聞でも、うん、読んだことあります。で、女性天皇もありにするのはどうだろうとか、2700年の歴史がある分揉めてた時に、秋篠宮に悠仁親王が生まれたので、皇室典範の見直しはなくなったんだけど、今後子供ができなかったり女の子しか生まれなかった時のことも考えて、急ごしらえで
皇室典範を変えるよりももしもの時のために考えてればいいのになと思うのでした。なるほど、ありがとうございます。とっても丁寧な説明を勉強になりますね。あ、そうなんですね。最近も結構議論がありましたよね、ここ最近でも。うん、男の子、まあ天皇制も難しいですけども、なるほど、どうなんでしょうね。確かに見直すべきかっていう論争はもっとどんどん活発にできたらいいなと思います。それでは今日のテーマはですね、小さな幸せ、癒し、元気な源ですね。結構コーヒーツイキャスちょっと見てみましょうかね。はい、そうですね、9時台も続きますので、皆さんメッセージまだまだ募集しています。新聞の用意しておいてください。はい、オープニングやって新聞。新聞のやってる間にゆきさんが聞いてきます。西尾もね、今回どの回ありました。その最大の争点で出るようになります。理想でした。読み方大丈夫？あ、読んでない。読める読めない感じ今このないので、この読んでもいいんですか？もうすぐ新聞入った方がいいですね。ツイキャスですか？まあでもいいですよ。じゃあオープニングコロナも言わずにツイキャスでもいい。あ、はい。そんなのは来てない。はい。じゃあマイク上げます。はい。さて、9時台を回りましたが、ちょっとツイキャスですね。かっちゃんさんから、かっちゃんの天気&ラッキーアイテム、今日の兵庫県は晴れのち雨、最高気温32度、最低気温22度、今日のラッキーアイテム、コップです。ということで、コップラッキーアイテム、コップですか。兵庫県も沖縄と同じぐらいですね、そしたらね。でも最低気温が22度って、その気温差がすごいありますね。雨男レイニーさんが、朝洗濯して外に干して午後取り込んだら洗濯物がパリッと乾いているときは幸せです。
あ、いい。確かに洗濯物の乾きがいいときは幸せを感じるかも。この太陽がね、ちょっとジメジメしてるときは乾かないんでね、乾燥機に入れたりするんですけど、皆さんの小さな幸せ、癒し、元気の源、メッセージ募集しております。それではここで、はい、引き続きメールツイキャスターたくさんお待ちしています。メールアドレスは 797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com となっています。この後26分までメッセージの紹介や今日のニュース、またもう一人ゲストの方もいるのでね、紹介していきたいと思っています。それでは琉球新報沖縄タイムズから記事をお伝えします。まずはじめに琉球新報の総合面から、普天間返還が原点、佐喜真氏新基地建設を阻止、玉城氏辺野古巡り総意、知事選公開討論会、30日投開票の県知事選に向け主な立候補予定者2氏を招いた公開討論会、日本青年会議所沖縄ブロック協議会主催が5日夜、早原町立中央公民館で開かれました。前宜野湾市長の佐喜真淳氏、自民、公明、維新推薦と衆院議員の玉城デニー氏が出席しました。最大の争点である米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設について、佐喜真氏は辺野古が唯一の解決策とする政府方針に異を唱えたら普天間飛行場の固定化を目指しているのかと言われかねない、我々には限界があると述べ反対しない姿勢を示しました。玉城氏は米国の法律に照らせば辺野古の基地は作れない、政府に話し合いを求めると述べ新基地阻止の考えを示しました。はい、この討論会ですね、昨日私も実際に見に行きました。早原中央町立公民館にですね、この司会の方がポンポンいろんな点から、基地問題だけじゃなくてカジノのこととか経済のこと、女性のことだったり貧困のこと、いろんなテーマについてね、各2氏が30秒とか1分という短いこの時間でポンポンと応答しているのを見て、とてもいい勉強になりましたね。続きまして、同じく琉球新報総合面からお伝えします。中西春政氏、事務所開き、宜野湾市長選。30日投開票の宜野湾市長選に立候補を表明している県高校 PTA 連合会前会長の中西春政氏の事務所開きが5日宜野湾市野岳で開かれました。中西氏は子どもの命を守るため行政、政治の現場から変えていくと力強く述べました。知事選立候補予定者の玉城デニー陣営を代表して、照屋県議が子どもの安心安全を守るため共に頑張ろうと訴えました。終わりに沖縄タイムス地域面からお伝えします。大昆虫展、ムシムシ人達成、6464人ですね、達成。宜野湾奥平さん親子に記念賞。宜野湾市立博物館で開催中の企画展大昆虫展で8月31日来場者が語呂合わせでムシムシの6464人に達成しました。記念の来場者となったのは宜野湾市大山区の奥平さん、長男ラミロ君、次男ルイース君親子です。最初は何事とびっくりした様子だったが、職員から説明を受けるとにっこり笑顔になりました。あ、すごいですね、ムシムシ。ぜひ、これはどこで開いてるの？宜野湾市立博物館で開催中ですね、はい、以上、琉球新報沖縄タイムズから記事をお伝えしました。 CM を挟んで皆さんからのメッセージをご紹介します。失礼しました。 CM を挟んでゲストの紹介をしていきたいと思います。
島野さんはカメラ映っても大丈夫ですか？大丈夫です。はい。時間とかはありますか？は10分ぐらいです。商工会、インバウンド事業。インバウンド事業って何ですかとかね。何でしょう。登壇どんなことをしているのかとか。マイク結構近づかない。ゲストが来られてますので早速紹介しますって言ってから、うん、それ西原さんですまでを呼んで声出してもらえる、はい、じゃあお願いします。さてゲストがもう隣に来られているので紹介していきたいと思います。宜野湾市商工会インバウンド事業の西原さんです。おはようございます。おはようございます。西原です。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はインスタキャンペーンのお知らせということで、はい、来られているんですけど、どこから聞いていいですか？じゃあそうですね、インバウンド事業って何ですか？インバウンド事業っていうのは外国のお客様をこうお迎えして宜野湾市を回ってもらおうっていう事業になってます。簡単に言うと観光客。あ、そうですね、ですかね、観光客。宜野湾市を回ってもらう。そうですね、はい。どういった場所に行かれるんですか？そうですね、今宜野湾市にはすごく魅力的なお店が点在していまして、そこにもうぜひこう来てもらって楽しんでもらえるような流れをちょっと作っていこうかなということで今頑張ってます。宜野湾市の魅力を発信しているんですね。いいですね。西原さんはどのような、じゃあこのインバウンド事業のもうあれですか、中心で動いてる感じですか？私ともう一人プロジェクトマネージャーがいまして、はい、この基本はこの2人でやってまして、あと商工会の方が一緒にやってますね。あ、なるほど、はい、商工会の方と一緒に。はい、そうです。そうなんですね。じゃあ具体的にインスタキャンペーンのお知らせというのを、はい、そうですね、聞きたいんですけども、はい、今回9月1日から、12月31日までの期間に外国のお客さん、観光客の方が来て、はい、宜野湾市の魅力的な、うんうん、場所とか、あとお店を撮っていただいて、この公式インスタグラム、うん、ファインデーズ宜野湾に投稿してもらおうということで、で投稿していただいた方から抽選で25名の方に、プレゼントをしていこうかなということになってます。お、なるほど、はい、もうこの一般の方たちが撮ったものを投稿をどんどんしていけるような仕組みがあって、はい、そうですね、面白いですね。あ、いえいえ、ぜひぜひ楽しんでこう写真を撮ってたくさんこう投稿していただけたら、すごく宜野湾市の魅力を発信できるのかなと思ってます。あ、もうスタートしてるんですか？もうスタートしてますね。9月1日から9月1日からもう始まってますね。あ、なるほど。なんかハッシュタグとかもあるんですか？あります。とですね、ハッシュタグがハッシュタグ宜野湾2018、これを宜野湾はのアルファベットで宜野湾で202018と、 あとハッシュタグその撮影した場所、場所、こちらもお店とか、あとどちらか行った場所の名前をつけていただいて投稿してくださいということです。写真と紹介というか発信したい店の写真と一緒にハッシュタグ、はい、ローマ字で宜野湾2018と、はい、ハッシュタグそのお店の場所の名前。はい、そうですね。なるほどですね。ぜひぜひたくさん。どうなんですか、集まってるんですか？もう今日まだ始まったばっかりなので、
まだ数は少ないんですけど、はい、こちらあのお店の方たちにもあの宣伝してもらってたくさん撮っていただけたらなと思ってます、いいですね、はい、結構やっぱり宜野湾にその外国の方一緒に回ったりしたこともあるんですか？そうですね、外国の方と一緒に回るってことはまだないんですけど、はい、あの観光客はもうたくさん来てるっていうのはもう分かっているので、こう、ですね、まあ、アジア圏の方とかも多く来てるっていうのを見てるので、ぜひぜひ、ね、はい、撮っていただいてっていうことです。ちなみに西原さんおすすめの場所とかは？今はですね、あの普天間宮、普天間宮、とか、あとですね、こちらの近くになります、あのチュンナーガーって言うんですか、チュンナーガー、はい、すぐそこ近くにあります、行ったことない。ぜひ行ってみてください。チュンナーガーっていうのはどういう場所ですか？そうですね、昔 あの使ってたの水場っていうんですか、お風呂浴びたりとか、あと水も生活用品、あ、生活水を汲んで運んでた場所って聞いてるので、井戸みたい、井戸とはまた湧き水なりますね。行きたいですね。ぜひ、あとこちらあの国の指定文化財になっているので意外と知られてないっていうところもあります。あ、分からない。ぜひ行ってみてください。いい情報をいただきました、はい、公式インスタファインデイズ宜野湾、はい、そうです、に投稿、はい、ということですね。ツイキャスはやってないですか？わー、やってない。インスタで、インスタ、まあ、写真ですからね。そうですね、写真、はい、あ、いいですね。じゃあこんな感じで。あ、大丈夫です。日本人でもいいですかという方でも大丈夫です。県外から、ね、来られる方、はい、まあ、でも県内でも知らない方も、ね、ね、いっぱいいると思うので、はい、のでぜひ県内、県外、あと外国の方もどしどし投稿していただけたらと思ってます。 あと一つ、私食べるのめっちゃ大好きなんですけど、美味しいおすすめの場所とか、ね、おすすめの場所ですか、どういうところがなんかアップされてますか、ね、今ですね、あ、もういろんなお店がもうウェブもあるんですけど、あ、ウェブもある、あ、ウェブもあるそうですよ、はい、なので、はい、あのおすすめというかちょっと変わりかなっていうのが、あの内泊にあるマティカフェさん、マティカフェ、あの京都のおばんざいを出しているカフェがあるので。おばんざいって何ですか？そうですね、なんて言えばいいんだろう、そうです、家庭料理。あ、そう、京都、ゆきさん京都だった。ぜひぜひ、あの生風が美味しくて、はい、こうがいただけると思います。なるほど、はい、宜野湾にね、カフェからこのガー、何でしたっけ、チュンナーガー、チュンナーガー、チュンナーガーとか普天間宮も、普天間宮も魅力的ですので、たくさん魅力あるところをみんなで発信して、はい、行こうという、そうですね、素敵なキャンペーンがありますので、皆さんじゃあ参加、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、宜野湾市商工会のインバウンド事業の西原さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。これは進撃のめいちゃんさんからのリクエストです。スマップでこの瞬間きっと夢じゃない、どうぞ。生風って家庭料理ですか？
モフね、うん、食べます。めっちゃ好き。好き。美味しいよね。もうあれだけずっと食べれる。食べたことないかもな。でもナルパムができてから食材売ってるからね、時々買って作ったりする。あ、本当ですか。うん、食べに行きたいもん。うち大好き。マチカフェじゃなくて大好き。そうなんだ。そこ行ったことないです。なんかマチカフェって言って行ったことないです。なんかね、沖縄に来てまで京料理いいわと思って。確かに。行ってみたいな。あと残り8分です。生麩って京都。京都やで。京都やで。みーちゃん の, あのメッセージからね。そうですね。でもあんまりあれだから最後まで書けます。あと1分ある。あと1分。曲は30秒ぐらいで。じゃあそろそろ BGM にしてあげます、はいはい、それではここでメッセージ紹介したいと思います。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからですね。よしーさん&山内さん、ゆきさんですね。本日もおはようございます。おはようございます。生放送お疲れ様でございます、ね、ラジオ、あ、進撃のめいちゃんさん、メール毎日ありがとうございます。急にびっくりしてしまいました。僕が知っている北海道のリスナーさんもいるので本当に心配しています。北海道で震災に遭われた皆様にお悔やみ申し上げます。台風と震災のダブルパンチ、本当に気になります。本当にびっくりしますね。そう、先ほどあの北海道のリスラジの方からもメールがあってですね、あのこの地震の影響でこのリスラジが3分の2配信できない状態になっているという情報もあったので、もう震度6とは結構大きいのでね、本当に被害が少なくあることを願っているんですけども、続きですね。そしてテーマ、小さな幸せ、癒し元気な源、やはり音楽かな。癒しソングや小さな幸せをくれる曲や元気になるような曲もありますよね。今日は音楽だけでも元気と癒しが届ければいいなということで、では北海道が気になりますが楽しく聞かせていただきます。そうですね、音楽いいですね。結構自分も歌を歌ったりするのが元気の源かなと思うんですけど、やっぱ音楽すごい力があるなと思いますね。言葉、この音に乗せて、まあ、その聴くとき聴くときの気分によってもね違うし、感じることが違うし、元気になるような曲をねいっぱい、じゃあ北海道も関西の方もね、この前台風ですごいあの被害があったと思うんですけど、うん、元気と癒しを届ければいいなと私も思います。めいちゃんさんありがとうございました。続きまして、かっちゃんさんからですね、舞子班のゆきちゃん、スーパーマリオに出てくるヨッシー、リスナーの皆さんおはようさん。舞子班だったんですか、ゆきさん。そう、ヨッシーはよくスーパーマリオ、名前ヨッシーのヨッシーですって言うとスーパーマリオって言われるんですけど、はい、おはようございます。テーマ、小さな幸せ、癒し元気な源。かっちゃんはね、小さな幸せ元気な源は可愛い女の子やな。なんかかっちゃんさん、いつももう癒しは木曜のゆきちゃん、ヨッシーのモーニングエイトやな。以上、あざす、ありがとうございます。なるほど、リクエスト、光源氏さんのパラダイス銀河ですね。後でありますかね、かけましょうね。かっちゃんさん、そうか、嬉しい、いいですね。モーニングエイト、まあ、元気にやっていきたいですね。
私もラジオを始めて3ヶ月4ヶ月ですけど、こんなして初めての経験なんですけど、なんだろう、自分でやっぱ話すの得意じゃないけど、こういう話すっていう機会でまたリスナーの皆さんとかいうふうに交流するので、とってもなんだ1週間の過ごし方が、まあ、これまでと変わったなっていうのは感じていますね。元気なラジオ、あ、このモーニングエイトも私の元気な源の一つですね。はい、かっちゃんさんありがとうございます。それではここで1曲ツイキャスいきましょうね。アマートコレイニーさんが、年を取ったら音楽を聴いて泣けるようになって心のデトックスができて癒されています。グレイのエターナリーの PV は何回も見ても泣けます。いいですね、音楽を聴いて泣ける。やっぱどんどんね流していく大事ですよ。やっぱいろんな思いとかも、いろ日々いろんなことがあるけど、そういうのを音楽だったりいろんなのでね流して泣いていきましょう。パラダイス銀河です。はい、こちらでかっちゃんさんの、リクエストナンバー、光源氏さんでパラダイス銀河です。なんかいろんな会話がいっぱい、明石の人は日本語を信じる人は確かに、20秒ぐらいでマイク上げます。やばいやばいやばい、なんか野球の話をえ、ちょっと待ってくださいよ。もう自分が言いやすいやつですよ。あー、言いやすいやつ。ちょっと、もう1分半で。はい。マイクあげます。はい。さて、今日はテーマ、小さな幸せ癒し元気な源をテーマに話したりね、今日はゲストも2人も来ていただいたんですけども、ツイキャスちょっと呼んでいきましょうね。たくさんあるんですけど、ですね、かっちゃんさん、今日スマホ2台で聞いている、パソコン台風21号のおかげで回線切れて使えん状態ということで、そうか、かっちゃんさん兵庫ですよね。兵庫だったかな、関西の方で。大丈夫ですか、台風の影響、回線切れてる状態ということで。あ、早く復活してほしいですね。でもね、マスオさん、阪神大震災が最大震度7弱だから6強ってかなりすごい地震だよね。本当ですね。そっか、阪神大震災7弱で6強って言ったらほぼ同じですもんね。北海道でも起こるんだなというのが、だからどこでもこの日本列島から、はい、そう、もう時間なんです。それではもうあのね、そう、それではあ終わった。今日やばい、やばすぎ。またね、マスオさん、ネットで締めてもらって、はい、すいません、もうバタバタとついてます、これネットはついてるんで締めてもらって、あ、はい、今日もお疲れ様です。頭とクレイニーさん、いい感じに仕上がってきたね。全然ですけど皆さんありがとうございます。あ、中止、もうこれも切れたあ、ユーストついてる。そうですね、関西でも台風があったり、北海道で地震があったりと災害もいっぱいあるんですけど、早く復活
できることを願っています。じゃあ皆さん今日も一日元気にやっていきましょう。またね。こっち